学園寮でトラブルがあったらしいわ。オリアナ出身の生徒とベガルタ出身の生徒の口論からお互いに剣を抜いたとか。幸い寮長が間に入ってすぐに収めたらしいけど、寮内では時々あるのよね、そういうトラブル。あのね、なんでそうなるの？そんな低レベルな争いじゃないわよ。そう、しかもオリアナ王国とベガルタ帝国は遠い昔に争った間柄ということもあって、もう少しお互いの文化に敬意を払えばいいのに。あなたにわざわざ喧嘩を売るような相手はそうはいないから大丈夫よ。普段から影が薄くてよかったわね。